皆さんこんにちは。異常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、人生は何度でもいつからでもやり直しができる、 S さんの人生逆転ストーリーということで、今日はですね、ちょっといつもの雰囲気とは違った、お一人の方がね、サロンの方を卒業されるときに非常にいい状態でご卒業なさって、でその彼女がどういう状態で頑張ってきたのかっていうお話は、そのまんま今悩んでいたり停滞している方の励みになるんじゃないかなと思いまして、その彼女のねストーリー、軌跡と今どういうふうになっていって、今後どういうふうになっていくかっていうのを、一緒にワクワクしながら聞いていただければなと思いまして、今日はちょっといつもと変わり種な感じでお話をしていきたいと思います。はい、ではストーリーをね始めていきたいと思います。仮名になるんですけど、S さんっていう方がねいらっしゃって、でその方っていうのが去年の10月ぐらいだったかな、1年前ぐらい、まだ1年経ってないんです。今7月なんで1年足らずになるんですけれども、コンサルを依頼したいということで、私のところに問い合わせがあった方です。でその時にですね、業界が違う方だったんですよね。で私メインがいわゆる教室業とかそういったものをメインでやっているんですけれども、美容系の業界の方なので、集客手法とか、あとはコンサルティングも、その専門特化してらっしゃる方もいらっしゃるので、そちらの方だと領域が違うので、私だと多分お役に立てないと思うということで、一回お断りしたんですよ。で結局成果ね出していただかないとお互いに残念じゃないですか。ただ彼女がその時に私に言ったのが、本をねちょうど買っててくださっていて、でその本の中で、自分がどういうところに感銘を受けて、で私に何を期待するのかっていうところを言った時に、自分のねマインドを整える、マインド と、経営実務と、両方私は見ているタイプのコンサルなので、その本の中で感銘を受けた内容と自分が今抱えている現状の状態を打破するには、私にお願いしたいと、業界が違っても、お願いをしたいということで言われたので、ではノウハウの部分は美容業界特徴的なやり方があるので、そこは私は教えられないと。ただマインドの部分とか基本的な集客の考え方、特に思考法ですね、ここは教えられますっていうことでお引き受けした、ちょっと変わったタイプの内容だったんですよね。でその時彼女はどういう状態に行き詰まっていたのかっていうと、ご自身の部分ではないんですが、ご家族の借金の負債を抱えてしまったことによって、会社を、倒産させてしまった状態だったんですね。だからそのあたりは自分自身のじゃないんですけれども、一緒にその状態を引き受けるっていうことで彼女はその選択をしてやっていて、それを返すためにものすごい必死に働いてやっていて、幸いにも彼女はすごく営業能力があって、ガツガツやればちゃんと稼げてしまうんですよね。じゃあそれでいいじゃないかっていうことだと思うんですけども、その状態の時に私の目の前に現れた時に彼女はボロボロだったんですよ。なんでボロボロだったかっていうと、自分の人生を生きていないですよね。要は、家族の借金を返すためにひたすら働いてきて、あとそれが一通り目処がついた状態まで頑張ったんですよ。すごい金額だったんです、聞いた時にね。でそうしたらなんか抜け殻のようになってしまって、こう自分が何をどうするべきかっていうところと、進路に迷うとかさまよう状態になってしまって、やる気が起こらないも含めてですね、非常に精神状態がすごく不安定な状態になってしまっていて、活路が見出せないっていう状態だったんですよね。だから実力はすごくある方で、ただ志が非常に熱い方で、業界をね変えていきたいっていうことと、こういう状態でね悩んでいる方を救っていく、で私は、その人たちを救うコンサルタントになりたいっていうふうにねおっしゃっていたんですよね。
で、そこのね熱い思いに私も賛同したし、私も現在今コンサルタント養成講座って言って、教室業の先生のためのコンサルタント育成を、まあ、1期が6名で2期 の、ちょっとフライング的に早く来年2月募集の方なんですけど、2月生の早めにもうやりたいっていう方を早めに入れて今お二人先にやってるんですけれども、その方たちも結局その教室業のコンサルっていうのを体系的に教えている人がいないので、私 10年近くっていうか、まあ、業界見てるっていう領域でいうと16年とか17年見てるんですけれども、その変遷も含めて今のトレンドを取り入れた状態で、アドバイスをできる、まあ、思考法から育てる、だからノウハウだけ教えてないんですよね。実践型でやっているっていうのはもう持ってるんですよ。で、彼女もそういう組織というか、自分で自分の志とか困っている人を助ける人をさらに助けるコンサルタントを自分がまずはなって、でその後その人たちを育てたい、それによって業界の状態を良くしたい、この感覚に私も賛同したんですよ。私もそのイメージがあるからです。お金儲けは、してもいいんです、してもいいんです。変にお金のブロックがあって、いや製品だからって言ってなるべく安くってやる方もいらっしゃるんですけど、お金儲けはしていいんです。ただし儲けるところの志っていうのが絶対的に必要で、自分のためだけに儲けようとする人って止まっちゃうんですよね、成長が。私はもちろんお金儲けはするんですけれども、使いたいことがやっぱり、その例えば先生たちが困っているものに対してのプラットフォームですね、それが集客上例えば必要なウェブの部分をきちんとこうバックヤードで支えられるようなシステムとか、まあサロンのねメンバーとか、まあ私もそうなんですけど、セミナールームっていうと硬くて面白くないから、ちょっとリゾートチックみたいなところで、場所として開放して、皆さんがそこに好きなように集える場所とか、不動産を所有したいかなっていうのもちょっと思ってたりとか、まあ、そういう規模においてお金が必要っていう、そういう感覚なんですよね。でコンサルタントのメンバーをどんどん育てると、その先に私が見ることができていない先の人とかも救っていくことができるので、私にはそういう志があって、で彼女もそういう志を持ってたから、まあ、単純に応援したいなというふうに思ったんです。でその時の一番最初の時の課題っていうのが、自分をきちんと癒してないっていうのが課題だったんですよね。必死にもう家族のために働いてきてしまっていて、実際にもう借金もあと少しっていうところになったら、もう自分の目標が見つからないっていうような状態だったんで、そんな話はあるんだけれども、そのどういうふうな道筋をたどって自分はそのコンサルになり、かつそういうメンバーを増やして多くの、ね、人を救って業界を変えたいっていうところまで行く道筋が見えないっていうことだったんで、私がまず最初に示したのが、状態がボロボロだったので、まずね自分を癒すことから始めてくださいって言って何をしたら自分は嬉しいのだろうかとか、まあ本で私つい最近出した新刊で、こちらにね感情時間術っていう本があるんですけれども、大概女性の方っていうのは感情で人生の幸福度を決める傾向があって、男性はね例えば物欲みたいなのとかがあって、何かを所有したり、まあ、会社でねこういう社長になってとか会長になってとか、なんかそういう、こう事業を展開していくことに喜びを感じる方多いんですけど、女性の場合にはお金そのものはもちろんないより絶対あった方がいいんですけど、感情が幸福であるかないかっていうところが結構大きなポイントになるかと思っていて、だからマインドを見るっていうことに私はしているんですけれども、でその時に自分を癒す、要は自分が嬉しいと思うこと、やりたいと思うこと、それをピックアップするっていうことと、家族のためにとかお金のためにっていう、自傷の選択をしないっていうことを言った時に、すごくね意外がられましたね。それをやってしまうと
結局自分の人生を自分で決めるというよりは、他人がこういう状態だから自分はそこを頑張っていくっていうことになっちゃうから、まず自分をね振り返ってみるっていうことをしてほしいっていうのをお願いしたんです。でその時に彼女に意外がられたのが、すごく営業ができる方だったので、例えば目の前にね体験会に人が来るっていうと全部 100% 決めていくことができる能力がある方だったんですよ。でも結果決めちゃうとどういうことになるかっていうと、体験会に引っ張って決めちゃうっていうのが割と、まあ、強引にとは言わないんですけど、能力がある人ってイエスと言わせてしまうことができるんですよ。そうすると自分に合わない人とかもどんどん入れて、その人たちがクレームを言ってきたりとか、いろいろこう面倒くさいような話を言ってきた時に対応にものすごく時間が取られてしまうんですね。だから私はお客様は選んだ方がいいっていうのを最初に伝えたんです。ということは成約率が落ちてもいい、売上が落ちてもいいから、この人とだけやりたいっていう人とだけやれるように、体験会の時には全部決めないでくださいっていうのを言ったんですよ。すごく意外がられましたね。売上も上げなくてもいい、成約率も下げてもいいっていうコンサルは初めてだって意外がられたんですけど、私のロジックの中では至極真っ当なところで、むしろその方が効率がいいって思ってるのが、私も決めちゃうことができる人なんですよ、営業だったから彼女と一緒に。でそれをやると変な人っていうか、自分と相性が合わない人を決めてしまうとお互いにストレスフルなんですよ。これは営業時代にすごく経験したんで、もうそれはやらないっていうふうに決めて、私はコンサル業からスタートできてるんでラッキーだったんですけど、合わない人とやるのってお互いにストレスフルなんですよ。しかもそれで成果も出ない。でそれだけならまだいいんですよ、2人だけの関係だから。周りへの影響も、そういう負のオーラを持ってる人とか自分が合わない人を入れてしまうと、そこで周りの影響もね非常に悪い空気感を起こしてしまうので、最初から入れないっていうのが正しい正解なんですよ。だから通常売上を上げるとかっていうと成約率っていうのはいい方がいいんですけど、それはあくまでも自分が本当にやりたい人とだけちゃんとつながればいいっていう成約率になるので、やみくもに人を入れる必要はないっていうことで、かつその精度を上げていくのであれば体験会をやっていったり個人面談の時間がもったいないので、精度が低い方と面談してしまうと、だからそもそも体験会に集まる人の質を変えた方がいいっていう、もっと手前のね話とかを言って、商品もすごくいいものを持っている、制約ができるスキルがあるだとすると手前で調整かけるのがいいなと思いまして、例えばインスタグラムとかね発信とか、まあ、いろいろライブとかねそういうものをやるとか、体験会の時に相手の話をどういうふうに聞き出して、どういうカルテを作ってそれを元に話せば自分が本当に引き寄せたい好きな人とだけ話ができるかっていう、そういうことも伝えました。で逆に、営業のスキルがある方だったので私もやっているんですが、お互いにいまいちな状態の相性でスタートしてしまうのはお互いに不幸なんですよ。だから断ってもらうように仕向けるっていうこともできます。はい、仕向けるっていうのも言葉は変なんですけど、要は合わないなっていうことを理解してもらうような、まあ、誘導するっていうことなんですけどね。例えば私の場合だとすごく前向きにガンガン進んでいきたい人が基本好きなんですよ。これは私の、好きなんですような状態です。だからそうじゃない方は私はダメだってもうこの話を聞いた時点で思ったら、それはそれで正解なんですよ。なぜならば私じゃない人でも、その方の行きたい方向にアドバイスをしてくれる人ってコンサルタントだったら探せばいるはずなんですよ。だから相性って思っててください。私はガツガツ前に進むエネルギッシュな方が好きなんです。とすると、すごく不安をめちゃめちゃ口にするとか後ろ向きな発言をいっぱいする人ってどう考えても相性が良くないんですよ。でそういう方がじゃあ例えば私ついていけるかどうか自信がないんですとか、なんかそういうものってやったことがないですとか、めちゃめちゃ不安っていうのを言ってくれるのは分かるんですけれども、
そこを乗り越えてやっていこうっていう意思がある方が当然相性がいいわけですよ。そうするとそういう方を入れないと私がもしジャッジメントするのであれば、あの一言ぐらいだったら別にいいんですよ。不安があるからこういうことで解消できるよっていうのを言ってあげるが、それ二言三言四言五言来るとこの人と相性合わないなって思うと、あそうですねって、あの今の現状でそれだけ不安に思っているということは本講座に入った時についていけなくなる可能性がありますって言いますね。そうすると引きますよね。ただでさえ不安に思ってるのについていけなくなる可能性があります。今までのケースで言うと出だしで、そういった感覚を持ってる方っていうのは実際にあの最後まで行き着かなかった人もいますっていう、まあ、ネガティブ情報を流しますよね。でその時に2つに分かれちゃうんですけどね。一つはあのそうですよねって言って考えますって言ってさらっと終わる方と、すごいうーんって考えてあげく、いや今度は私変わりたいんですやりますとか言って奮起しちゃうパターンと2つあるんですけど、まあ結果奮起していただければ頑張ってくれるから、まあ、それでいいんですけど、まあ、そういうちょっと本人の意思とかを確かめるようなことを私言ったりとかするんですよね。で彼女にもだからあのその人本当に救いたいと思うんだったらとことん付き合えばいいし、あどうにも合わないなと思うんだったら初期の段階であの断ってもらうという方向に話を持っていくっていうのも必要だよねっていう話をして、だから断ってもいい選択肢を持つっていうのが一つ大きなポイントだったんですよね。そうするとあのルールを変えるということになると、まあ今までの方とお付き合いとかがね終わっていったりとか、まあ言い方が変わったりとかで、この言い方っていうのもなんか生徒さんがこういうふうに言ってるとそれを受け止めて強いことが言えないっていうのも彼女言ってたんですよね、出だしに。それっていうのは本当にその人はそれがいいのかっていう話なんです。要は嫌われる自分とかそういうことを言って先生ってひどいとか言われるとか言われることに対する恐怖心、要はまあぶっちゃけ自分が可愛いっていうことになるんですけど、自分の可愛さと本人がどう変わったらいいのかっていうのを天秤にかけた時に、私は自分の可愛さというか、まあ嫌われようとも言うっていうのは何度も今までサロンメンバーにも言ってきてますし、その S さんにもね途中解約されてもいいと思って何度もいろんなお話してきてます。それが向き合うべき真実だから結構きついことも言ってます。なぜならばコンサルタントになりたいって言ってる方だから、コンサルタントとしてのマインドとか精神状態を作っていかないといけないので、あのその考え方は良くないっていうのをあのはっきり言ったりする時とかが結構ありました。だから私があの言葉はね人によって言い方変えてますけれども、その言えるのは別に嫌われようが何しようがその人の人生が変わることの方が私は優先なんで、私はどう思われても構わないと思ってるんですよ。ただその思考癖があると人生うまくいきにくいよねっていうのが見えてしまったらやっぱり言ってますから、だから大概こう気を使って言えないっていう方はその人を思って言ってるんじゃなくて、どちらかっていうと自分が可愛いから言えないっていうケースの方が多いというふうに感じています。あの嫌われたり文句言われたり、まあ、場合によっては SNS で拡散されるのが怖いとか言うんですけど、あの私はそれでも言います。あの本人が変わることの方が大事だから、だからその、 あの内容を受け止めてくれる人と最初からやった方がいいんですよ。あなたを批判してるのではないっていうことを理解してくれるタイプの人とやった方がいいんですよ。私は批判はしてるんじゃないんです。その人にとってその感覚を持ってるとうまくいきにくいよという、将来への道筋を言ってるだけなん でそれもね言えるようになったら今度は先生は変わったとかね言われたりとかしたらしいですけど、仕方ないですね。ステージが変わる時っていうのはあの付き合ってた選んでた方との関係性が今一つの方と付き合ってた場合には当然それが変わってしまうというケースが出てきてしまうので、その辛さも体験してもらったのが半年ぐらいです。でもうひたすら前を見て前に進みながらやるべきことをしっかりやって、で、途中私の割ときつめのアドバイスも聞きながら、彼女は素晴らしかったのが全部受け入れてたことですね。まあ、多分私を信じてくださってたことが
ことが前提条件だったと思うんですけど、私も彼女が変わるのを信じていたし、途中体調不良になったりとか、あとは生徒さんとの関係でこういう人がいるっていう話とかも全部こう考えるんだこう考えるんだっていうのを全部全部クリアしてきたんですね。で、その美容業界の一つの、まあ、癖っていうかあれなのかもしれないですけれども、浮き沈みがすごいこういう感じである、売上構成をしていたので、まずそれを平準化させてベースになって、必ずじゃあ月賞200万とか安全なところを確保してプラスアルファっていう稼ぎ方をしようということで、最初の段階で彼女がプラス1000万年商側乗せをしたいっていうのをはっきり言ってくださっていたので、まあ、逆に目標も組みやすかったんですね。上乗せ1000万ってことは月賞100万を200万にすればいいだけの話なので、その仕方を、毎回頑張って稼ぐんじゃなくて、ベースになる、まあ、会員制とかを組み合わせながらやっていったらいいっていうことで、その構築の仕方と保ち方ですね、それも全部教えて、で、ここ数ヶ月がもう安定もしてきたし、将来の状態も見えた。で、私と約束した年商数千万っていうのも確保して、でその数千万のうちの留保金からまた次への事業展開のことも含めて、あとは自分のねご褒美の旅行みたいなのも一人旅に行きますっていうことで言っていただいて、すごくね凝縮した短い期間だったんですけれども、自分がやりたいことを達成して、そして卒業という形を迎えて、要は 何が卒業になったかっていうと、もう全てが先生がおっしゃったように、そして自分が望んだ、内容でうまくいって、先生ってもう質問することがないんですって言われたんです。もうそれって最高の褒め言葉だなと、コンサルタントとしてはですよ。質問がすることがないところまで本人が安定をして、やりたいところまで夢が叶ってっていうのは非常にこう嬉しい言葉だなと思って、祝福をね、華々しく祝福でご卒業で送り出すということができたんですね。で最後にまた聞いたのが、手放した倒産させた会社ですね、そちらを同じ名前とかじゃなくてまた新しく立ち上げて、会社もねまた立ち上げることができる体力がつきましたって言って、その留保金で作るんですけど、そこまで正確には多分9ヶ月ですかね、で回復してお金も全部欲しいだけの状態作って、でいくらあれば自分っていうのは幸せなのかっていう幸福の度合いとかも全部理解できて、マインド的にもめちゃめちゃ成長して、もう本当にいい状態だったなというふうに思ったんですね。もうマインドを含め生徒さんの関わり方、たくさんのね学びを得ましたと、いただいてるね言葉からちょっと抜粋して読んでるんですけど、本当に感謝しきれないぐらい1年足らずで思い通りの人生が進んでいけました。高子先生の問題の着眼点とコンサルタントとしての姿勢、そして文章で相手の心に響かせ気づかせるスーパーウーマンだなといつも感じます。高子ファンはファンの私はいつもワクワクさせていただきました。そしてこれからも引き続き応援させてくださいみたいなね、まあ、そんな感じで書かれていたので、私も彼女のこれからの、ね、活動、道は違うけれどもコンサルタントという領域でお互いの業界の困っている人たちを救っていくっていうミッションは変わらないので、まあ、応援をしたいなというふうに思っているんですね。だから今回、その S さんをねコンサルをさせていただいて一番気づいたのが、タイトルにもあるように人生は何度でもいつからでもやり直しができるっていうことなんですよ。かなり私のところに来る方の状況の中では深刻度合いっていうか、まあ例えば突然離婚してシングルマザーになっちゃったのとほぼ似たぐらいのインパクト、まあでもね、シングルマザーになっちゃったっていうのは本人の意思もありますからね、旦那さんと別れる意思もありますけど、家族のやっぱ借金をかぶったところを、それを返したところからスタートしていてっていうところは、やっぱりそういう意味ではかなりマイナスのスタートから自分の精神状態をどうにかして売り上げもちゃんと保ってっていうところまで持ってったっていうのは、
まあ元々のね、あの資質がそういうのを持ってらっしゃる方っていうのは分かっていたので、あのかっこつけないで自分らしく生きた方がいいっていうのも言って、あの飾らない自分、あのコンサルタントみたいな、あのなんかちょっとね、なんかそういう風にしようと思ってたとこあったらしいんですけど、そのままがいいって言いまして、そしたらね、ファンがすごくついてきてっていうのもおっしゃったんで、私が彼女に言ったのはノウハウは多少は教えました。多少です。どちらかっていうと、あり方と考え方が大事だなと思ったし、本人も私にマインド改革を期待されて入会されていたので、まあ、それぐらいそのマインドが、その行動が現実を変えていく力っていうのの源がマインド、思考なんで、これっていうのはやっぱり教室業にのみならず人生をうまくいかせるためにはベースとして必要だなと思って、ちょうど今ね5冊目の本も、まあ、もうすぐ出るんですけれども、そちらがこういうマインドを持った方がいいって、でそれを持つことによってノウハウが吸収の度合いが10倍以上変わるんですよね。早くなって10倍以上早くなるっていうことは、当然成果が出る期間が短くなるということになるので、そういう人をここ2年ぐらい、コロナのきっかけもあるんですけど、マインド改革を中心にずっとアドバイスしてきて非常に感じることだったんですね。だからすごくね、いい例だと思って、今もしかしてどん底にいる方いらっしゃるかもしれないけど、この S さんよりもどん底の人と教師の先生業で会う人ってそうそう多くないんですよ。そこまでどん底じゃないです、大体皆さんお話聞いてても。ということは逆に言うと、環境は整ってるんだから、どういう状態でもスタートもできるし頑張れるっていうことなんですよ、はい、なので私が現在ね、例えば道に迷っててっていうところでお伝えしたい方っていう方にね、お伝えしたいのは、まず自分の気持ちに正直になるっていうことですね。家族がとかお金とか関係なくて、何したいのかっていうこと、で自分はどういう状態が幸せなのか、金額も人によって違うので、幸せの金額が100万で幸せな人と1億で幸せな人っているので、そこをしっかり自分で見つめて、その自分がいいという状態が分かったら、それに必要なものを取っていく、いらないものを捨てていく、整理して前に進むっていう、それが必要かなというふうに思っていて、まあ、本当にS さんのね、コメントはもう質問することがなくなったんですよ、先生おかげさまでって言われたのは最高の賛辞だなというふうに思って、そのストーリーをね、皆さんに今日は共有させていただきました。ぜひご参考にしていただければと思います。それでは。